こんにちは。いつも見てくださってありがとうございます。無事娘が生まれまして、新生児との生活が始まっています。2人目とはいえわからないこともいっぱいあったり、ちょっと大変だなと思うことも多いんですけれども、すごく楽しくて、そして幸せな毎日です。ちょっとどういう感じで過ごしているかというのを今日お話ししたいなと思います。今娘はですね、起きてますね。で、結構ご機嫌な感じでいろんなところを見たりしてます。今午前中なんですけれども、ちょっとずつ起きている時間が長くなってるような感じがしますね。ほとんどやっぱり生まれてすぐの時は寝ていましたが、今だいたい1ヶ月ぐらい経ってるんですけれども、かなり、起きてる時間が長くなってきてるなというのは感じます。今ね、ご機嫌ですねでもちょっと、ずっとこの状態でっていうのは難しいと思いますので、ご挨拶だけさせていただきました。新生児と一緒に過ごしていて、まず思うのは、あれこんなに寝るんだっけっていうことです。とにかくよく寝ますね。息子もそうだったと思うんですけど、でもなんかこう、なんとなく私の記憶ではすごく大変だったっていう、なんかこう急に今までいなかった赤ちゃんが家に来て、ふにゃふにゃでなんか抱っこするのも怖いし、で泣いてたらこっちも焦っちゃうし、どうしていいかわからない、あと寝不足っていうのも重なって、なんかとにかく最初の1ヶ月2ヶ月は大変で、記憶もあんまりないぐらいっていう感じなんですね。で夫もそういう感じで話すんですけれども、なんか今回ちょっと一緒に過ごしてみて、こんなに寝るんだったっけなーっていうのがまず最初の感想です。最初の1週間2週間は1時間ぐらいしか起きてないんじゃないですかね、トータル。そう思うぐらいずっと寝ていて、もうちょっとこっちに何かやることを与えてって思っちゃうくらいですね。で、まあ、そこからこう今新生児が終わる1ヶ月とか経つと、もう少しやっぱり起きてる時間は長いなっていう感じはするんですけれども、もうやっぱり可愛いですね。もう体温、ぬくもりと、ふわっと香るミルクの香りと、で、なんか汗かいてるような感じでも、全然臭くないんですよね。でも、息子は、なんかどの段階かで頭がすごく臭くなったので、あ、これって男の子と女の子の違いなのかなって思った記憶がありますね。まあ、とにかくもう寝ているところも可愛いし、まあ、なんだったら泣いているところも可愛いなって、思いますね。やっぱり大変だけど、でも本当に楽しい毎日です。今娘はだいたい夜中は3回くらい起きますね。うまくいけば3回っていう感じです。大変な時は1時間2時間もうずっと泣いてるか授乳してるか、なんかもうそれでずっと起き続けているっていう時もあります。一番きつかったのは4時間くらい、寝てくれなかった時がありましたね。退院してすぐぐらいだったかな。一人目の時は夫も1ヶ月くらい育休を取ってくれて、で、しっかり育児に専念するっていう感じにしてくれたので、夜中泣いた時は2人で対処してたんですね。その方がまあ心強いのは心強いんですけれども、でももう翌日2人ともフラフラで、なんかもうどっちもしんどいっていう感じで過ごしてて、でこれはちょっとどうにかしないといけないなってなったんですね。で今回に関しては、もう息子と一緒に夫が寝てくれていて、で私は娘とっていう感じで、もう部屋も分けているので、夜中の対処は私でやるしかないっていう、まあ、結構そういう家庭が多いかなとは思うんですけれども、やっぱり一人でってなるとちょっと不安が不安ですよね。なんかこんなに泣き続けてて何がダメなんだろうってやっぱり思っちゃいますよね。おむつもチェックしたし、お腹が空いているわけでもなさそうだし、で室温、あと湿度もチェックしているのに、あれなんでなんだろうって、もうこうやって抱っこしてずっともう1時間揺れ続けてるよみたいな感じの日はあります、やっぱり。でそういう時は不安にもなるし、なんか泣き止ませ方とかを検索したりとか、2人目でもそういうことを私してるんですけれども、でもそういう日もあれば、もう授乳が終わったらパッと3時間とかそれくらい寝て、また授乳したらまた寝てみたいな感じで、ほとんど泣かずに過ごす夜っていう
日もあるんですよね。小児科の先生に聞いたんですけれども、なんで泣いてるかを追求しすぎるとそれはそれであまり良くない。もちろんそのいろんなチェックしなきゃいけないことはして、それでもダメだったらそれ以上追求しないっていう、それも大切だなって思いましたね。もちろん放っておくことは絶対にしないですけれども、でもちょっと自分が一旦こうもうね、肩とかもすごい辛くなってきますし、ずっと抱っこしてたらめちゃくちゃ熱くなってきたりもするので、一旦ちょっと横にね寝かせて様子を見るっていう、そういう時間があってもいいと思いますし、うちの場合はそれだけなんか長く泣き続けた後ってパッと便が出たりするんですね。そっか、気持ち悪かったんだって、お腹が気持ち悪くて苦しかったのかなってそこでわかるっていう、もうそれはなんか赤ちゃんによってもね違いますし、自分たちのこうやって経験を積み重ねていくしかないところだと思うので、もう絶対に泣かせちゃダメとか、もう泣かせているのがかわいそうみたいに思ってしまうと自分を追い詰めてしまうので、なんかそういうふうにはできるだけしないようにしています。新生児と過ごしている中でやっぱり大変だなと思うのは昼夜逆転ですかね。赤ちゃんって夜行性らしいですね。なので家に帰ってきて、でちょっとね初めて一緒に寝た時とかはもう完全に目が覚めてました。夜中、日中は明るいところで、しかもこう生活音もあって、で息子の声とかもあったりするとすごく賑やかな中でもぐっすり眠れているんですけれども、静かで暗い寝室に行ったらパチって目が開いちゃうっていう、そういう感じがやっぱり最初の頃ありましたね。で母乳外来の助産師さんに聞いてみたら、あでも1ヶ月ぐらい経ったらだいぶ、それは治ってきますよって言われて、で私もそれを信じてですね、夜はちゃんとこう今夜だよって分かるように暗いところで静かなところで寝かせてっていうのを、続けていたら、まあ、かなり、逆転している感じは少なくなってきたと思います。やっぱり夜泣いちゃう日もありますけれども、でも最初の頃に比べたら変わってきたなっていうのはありますね。今は、私と一緒に朝起きてくるのがだいたい7時半から8時半ぐらいとか、そのあたりですね。まあ、どこから朝っていうのが難しいですけれども、5時とか6時とかにも授乳で起きてたりするんですが、まあ、リビングに連れてくるのはそれくらいの時間で、起きてすぐに着替えをします。着替えと保湿をしています。でちょっと湿疹も出来出してきているので、早めにお医者さんに行った方がいいっていうのを一人目の時に学んだので、バーっていっぱい顔とかに出るまでの間にすぐ行きました。やっぱりこうたくさん出てからだと治りが遅いってうちのかかりつけの先生はおっしゃってました。で着替えをして、そこからはそうですね、結構まあ起きている時間が長いかなっていう感じです。でいつもお風呂入れるのはだいたい夕方ぐらいですかね。できるだけ授乳前とかに入れるようにしていますね。で夜は9時半から10時半ぐらいに寝室に行くっていう感じです。日中の授乳間隔は、母乳だけの時はだいたい1時間半か2時間くらいでお腹空いて泣きますね。でもう少しミルクを足した方がいいかなっていう時はミルクも足すんですけれども、でそれを今は40ミリぐらい足したりとかします。それでミルクを足した時は、まあ、3時間くらいまた次のミルクまでは開けるようにしていますね。まあ、でもこれはなんか母乳が軌道に乗っているから今そうやってうまくいってますけれども、一人目の時は本当に大変でした。今回もまだ油断できないと思っているので、母乳外来には定期的に通っています。自分の産後の体についての話はまた別の動画で詳しくしようかなと思っています。まあ、日中も泣いてしまうことがありますけれども、もうそういう時はこうギュッとちょっとね強めに抱きしめてあげて、ゆらゆらしてるとなんか安心して寝てくれることもありますし、まあ、それでもダメな時もありますが、そういう時もですね、なんかあんまりこうどうしようどうしようってこう焦らないようにっていうのは心がけていますね。冷静に、自分がやっぱり落ち着いて冷静になって、今どういう風にしてあげたらいいのかなって考えたりとか、いややっぱりもう今はいろんなことをやったけれども、それでも今泣いている時間だからそれはそれで仕方ないって思うことも大事かなと思います。
まあ、赤ちゃんの体調とかそういうのをしっかり見るのは第一ですけれども、その次に大事なのはやっぱりお母さんだったりお父さんのメンタルとか、あと体調だと思いますので、そこも大切にしてもらえたらなって思いますね。私自身もやっぱり自分の時間っていうのも大事だなと思っているので、家事が溜まっててももうそれを後回しにして、でもちょっと甘いものを食べたりとか、テレビ見たりとか本読んだりとか、そんな感じで、ゆっくり過ごす時間も作ってます。夫は夫で息子の送り迎えをしてくれたりとか結構頑張ってくれていると思うので、そこをこうなんでやらないのっていうふうには思わないんですけれども、でも自分一人でもこう家事を抱え込まないようにもしてます。もうできない時ははっきりそう言ってますね。今日本当にしんどかったから全然できなかったって言って、とにかくこの子育て今しかできないことなので、楽しんでやっていきたいなと思ってます。皆さんの体験などもまたコメント欄に書いていただけたら嬉しいです。